Right man, woman? あるある。好きな人が1週間で変わる。かっこ学年にいる。なるほどね。これは俗に言う1週間フレンズってやつですね。日替わり彼氏、おは彼女。いや、逆にそれ早くてすごいですね。なんかそのうちあれだよね。そのスキルを活かして、日替わり代行サービスとかできそうだよね。ポジティブに考えすぎたりする。なるほどね。私が彼氏に昨日振られたのは、私が可愛いから。私が今お金ないのは、私が可愛いから。私が今太ってるのは、私が可愛い。筆箱忘れたやつがシャーペンを借りた時、今日の放課後返すのって言ったのにもかかわらず、返されたの次の週。なるほどね。こういうことする人いますよね。僕もね、そういうことやられたことあるんですけど、その友達に僕がどうしたかっていうと、その友達からね、シャーペンを借りてですね、2ヶ月後に返してやりました。カレンダーに予定を書かない。いや、これはあんま関係なさそうですね。やばくね、ガクチ癖。マジでそれやばくね。昨日ナンパされたのって言ってくる。いますよね、ナンパされたことを自慢する人。これね、自慢する意味何なんでしょうね。可愛さの証明なんですかね。いや、でもナンパをした側の人も誰でもよかったっていう可能性があるから、そうなると可愛いの証明には別にならないですよね。どうでもいいですね。すぐついてく。なるほどね。こういう感じですよね。デートしない？行きまーす。お茶しない？はい、行きまーす。おい、高橋。申し訳ないんだが、後でこのプリントを一緒に職員室まで持って行ってくれないか？それはいいです。どちらとも卵。どういうこと？それなって言ってそう。それなぁ。明日ディズニー行こう。いいよ。体重が赤ちゃんの時から変わらない。いや、そういうことじゃないと思うよ。残念ながら本質はちょっと違うんですよね。ちょっと褒めるとすぐ惚れる。なるほど、こういうことですね。学校の先生。お前は元気だなぁ。先生好きってなってね。イケメンな男にね、君可愛いね。もう好き。で、しまいにはね、おじいちゃんにね、君は可愛いね。好き。いや、こう見えて真面目だからっていう。そうなんですよね。軽い人に限ってこういうことを平気でのた打ち回るんですよね。ソータさん。いやいやいや、こう見えて真面目だから。